昨日資材で買ってきました。大小のカゴ、これに今日は植え付けていきたいと思います。まずちっちゃい方から。このカゴは定価で1700円だけど、セールになってたのでずいぶん安くなってました。それだから買えたんですけども、このセールじゃない価格で買いたいなとは思うんですけど、しばらくねちょっと無理ですね。でビニールが貼ってあるので 3,4 箇所切り込みを入れます。特に底は2箇所入れました。でそこに水が溜まっちゃうとね、あの根腐れの原因です。でこれビニールが貼ってないとこういう隙間から土が出てきちゃうので、モスみたいなもので養生しないと。だからビニール貼ってあるのはいいですね。ここに鉢底と培養土、そしてこれがオルトランで緩効性の化成肥料。ここに昨日買ってきたお花をメインに集めてみました。ブルー系、ブルー紫系です。この取っ手の高さを超えない方がいいんですけど、でも入れたいので入れちゃいます。このルピナスは花芽、花芽、花芽がまだまだついてるのでしばらく楽しめます。2つ穂が上がってて、これは花芽がまだ上がってる。あ、ここにある花芽もあります。後ろにルピナス入れました。こういう株も同じ値段なんだけど、花の咲き具合とか枝ぶりが違うので比べて、この花付きが一番いいのにしました。同じ色気にしてます。花の向きも表と裏があるので正面向くように植えます。ネモフィラは苗によってはだらしなく伸びちゃってるのがあるので、これからね大きくなりますから、こじんまりした株を選んだ方がいいです。ネモフィラはカーペット状に咲いて匍匐することもありますので、手前ブルーで行こうっていう時には忘れなぐさをどうしても入れたい。そしてベルフラワー、おかしいね、ボリューム的に間違えた、やり直し。この子を真ん中に置きます。うん、この方がずっとまとまりがいい。大ぶりエッチャーを入れて出来上がり。可愛くできました。パープルの取っ手のついたカゴ入りの寄せ植えで、ルピナスと
バーベナ、ペチュニア、ネモフィラ、オーブリエッチア、ベルフラワー、ワスレナグサが入ってます。ペチュニアは夏のお花なんですけども、もうすでに市場にたくさん出てます。先週ぐらいから出てたんだけど、まだ寒いだろうと思って買わなかったの。今回もうそろそろ大丈夫かなと思って買ってきてみました。株はしっかりしてますよね。パープルのオーソドックスなペチュニアです。この名前のついた有名なお花じゃないですけど、こんな感じ。これがもう一回り大きいです。まあ、2000円超えるんですけども、ちょっと安めに買ってきました。さっきサイズ測んなかったけど、これは、直径30センチ超えですね。33センチぐらいはあると思う。幅が28センチ。これも穴を開けて水抜き穴を作ります。鉢底と培養土。緩効性の肥料にポルトラン。やっぱりここの高さを超えないようにマーガレットストロベリーホイップ、これを使ってマーガレットの寄せ植えにします。根っこはこんな感じ。軽くほぐします。こうやってぐるぐる回してみるとね、正面というのが分かるの。一番可愛く見えるところ見てください。ぐるぐる回す。これは後ろですよね、明らかに。となるとこうなる。取っ手の後ろにちょっとこぼれるように。綺麗ね、このペチュニア。ここにルピナスが邪魔かも。ここに白いチラチラを入れます。かわいいね。あんまり色がうるさくならないように白いオステオスペルマ。さあどうしよう。おしゃれな感じにしたいので、おしゃれな寄せ植えにしたいのでね、こういうちょっとポンポンデージーなんか田舎娘みたいでダメかなと思ったけど、かわいいですね。入れちゃいます。今更って思うかもしれないけど、この色がかわいい。目が合ってしまった。ブラックのビオラ、引き締まりますね。葉っぱも入れます。これはピレアだけど、屋外屋系、とても丈夫です。反対側にも入れちゃおう。おしゃれ。なんかお祝い花みたい。ほら、おしゃれ。可愛くできました。ちょっとね、なんかお祝いに持ってったりしてもいいぐらい可愛い。これはもう枯れてるのかな。これがマーガレット、デージー、ペチュニア、ビオラ、スノーブリザード、オステオスペルマム、ピレアがこっちとこっち。これラッピングして持ってったらなんか8000円ぐらいの
プレゼントに見えませんか。うちプレゼントですっていう時にはヤフオクで売ってるんですけども、要望欄に書いてもらえば無料で不織布色のついた紙でとセロハンでラッピングはします。で、有料でってなるとリボンがつきます。資材もちょっと高いのでね。それでうちの寄せ植え値段が結構安く出してますので、原価割れしちゃうので、ラッピングはリボン付きで丁寧にしたやつは、200円ぐらいいただいてます。で、箱はね用意してないんですけども、前もって言っていただければ資材で買ってきます。箱が高いんです。箱代で300円とか500円とかするんですね。胡蝶蘭の箱なんて1000円ぐらいするんですけど、1000円以上するのかな。うちは箱はね、スーパーから段ボールもらってきてますから、プレゼントですっていうとしたら結構綺麗なやつを選んで使ってます。庶民的で、ね、可愛くできました。新しくアネモネを仕入れてきたので、アネモネの寄せ植えを作ります。背の高さも咲き方もまちまちなんですが、アネモネポルト、原産は地中海沿岸なんですね。まあ、寒さに強い、そして翌年も咲くので、一年草と混ぜて使いたくないなと思って、もうすごい幻想的に綺麗ですよね、この花。で、このアネモネはね、葉っぱの茂り具合も今まで買ってきた中で一番いい。花上がりもいい。これは農家さんがよく育ててますね。どこだろう。これも森田さん。この苗いいなと思って伝票確認するため、森田さん。これね、埼玉県の森田健二さんが作りましたよ。アネモネ 3.5 号24ポット入り、これ A の3っていう置き場に置いてありますよ。日付があって、24ケース入りが1個あります。その1個を私が買いました。白ばっかり、これ入っても綺麗ね。白ばっかりの方がいいのは分かってんだけど、この薄紫が綺麗すぎて入れました。根鉢がしっかりしてるからね、強引に入れるのか。こんな感じ。どうかな。アネモネだけです。葉っぱを入れようかなと思ったけどやめました。以前仕入れたアネモネよりも葉っぱの茂りが全然違う。なので葉っぱは足すことないな。アネモネの寄せ植え、基本白、紫入り。こういう八重と一重あります。これアネモネのポルト5個入りです。アネモネはね、苗が1個150円だから、これ1200円の寄せ植えなんですけど、まあ、手間賃込みで1200円。かわいいよね。
本当に特に白がアネモネって美しい。こっちのね赤とかブルーもとかピンクとかもありますけど、アネモネをある程度使っちゃおうかなと思います。一個ね白で作ってみていい感じだったので、八重、一重、背が高い、低い、これ一重だね。森田さんのアネモネ、もう森田さんってどんな人だか知らないんだけど、会ってみたいですよね。こんな綺麗な、こんな綺麗な苗を作る人。このサイズ、27センチかなに5個植えるときには縁に沿って5個植えます。4つ植えて真ん中とかじゃなくてね、ぐるりっと植えます。わー、かわいい。この品種育成元は坂田の種、アネモネのポルト、真っ赤なアネモネの寄せ植えです。一重あり、八重あり。でこれは夏になったら、お庭の片隅にでも置いといてもらって、水はもう雨が降ればかかる、カラッカラだったらちょっとかける。あんまり気を使わなくても、球根ですから、球根自体が種よりよっぽど栄養も蓄えるし丈夫なんですね。それなので翌年また同じようにこういうお花が上がってくる。すごいコスパ良くないですか。植えっぱなしでいいんです、アネモネは。チューリップとかね、ヒヤシンスとか掘り上げて、こう軒下に吊るしてなんていうね、ちょっと手間がかかりますけど、このアネモネとか水仙、テータテート、水仙にもよりますけど、テータテートはすごくいい花が翌年咲きます。あとはユリ、ユリ系も毎年植えっぱなしで大丈夫ですね。かわいい。1200円です。もう一個作ります。ちょっとね回すときにね、ここが痛いんですよね。湿布貼ってんですよね。これがなんかお医者さんの出してくれる湿布だからなんかいいんですって。なんかロキソニンみたいな名前の湿布でね、お医者さんに行って診察前に血圧測ると毎回血圧が160、高い。そんな高い血圧見たことなくてちょっと心配しちゃって、整形外科内科の先生なんで先生に聞いてみたら、朝晩の血圧測ってみてくださいって言われて、で山田にね行って血圧でいろいろあったので試してみたら、山田でも120だ。だからもうそんなに焦って買うことないやと思って、家に帰ってきてアマゾンで調べて、で上腕式をお医者さんに勧められて、手首じゃなくて上腕買ってくださいねって言われたんだけど、最初の 2,3 日は楽しくてやるだろうけど、絶対めんどくさいに決まってる、 やらなくなっちゃうに決まってると思って、逆らって手首式を買いました。
手首のやつは心臓の位置、心臓の位置で血圧って測るんですって。で手をだらんと下に下ろしてると血圧が高く出るし、頭の上まで手を上げて測れば低く出る、あの重力の問題で。なので心臓のところでちゃんと測るっていうことをちゃんと決まりを守って測れば手首式も正確ですよってね、YouTube で言ってたんで、何でも YouTube 見て調べて、で手首式を買いました。でやっぱり高い時は高い、低い時は低い。焦らずに1ヶ月ぐらい手帳をつけて、あんまり下がらないようだったらお医者さんに相談してみようと思ってます。薬は飲みたくなって、まあうちの母も死んだ父も血圧の薬飲んでましたけど、毎日毎日飲むのめんどくさいじゃないですか。なので食事制限、まあ、塩分過剰だと思うんで、ね、塩分を控えめにしてお料理作ります。白と青のアネモネの寄せ植え、まあ、お料理作ってるの私なので、自分で加減ができるから、ブルーが2つと白が3つ。なのでこの頃ね、食事縛りが多いんです。あのネバネバ食品を食べようっていうのと、高血圧の対応をしましょうっていうんで、まあ、ネバネバは1日1回何かしら食べる、塩分を少なめにする、そしてお酢をちょっと使おうかなと思ってます。難しく考えずに、あの黒酢とかその飲むお酢、リンゴ酢とかそういうの見たらね、高いんですよちょっと。でそれに比べりゃいいかと思って簡単酢を買いました。普段は100円ぐらいの普通のお酢使ってるんですけども、簡単酢は、まあ、3倍ぐらい、300円ぐらいだけど、リンゴ酢とか飲むお酢とかっていうの見たら、ね、800円とか900円とかしたので、簡単酢は簡単でいいかな。まあお酢にお砂糖足したりとかいろいろして簡単酢みたいにはできると思うんだけど、浅漬けの素みたいな、もう出来合いは本当に簡単でいいかなって、ちょっとそこら辺はね、なんていうのかしら、妥協しました。いいやんね、自分の健康のためだもんね。これは、ダイソーで買ってきた麦わら配合のエコプランターと同じ感じです。ちょっとね、薄いロゴが入ってる。なんて書いてあるの？ When it rains, look for rainbows. When it's dark, look for stars. Stars. Stars か。なんだ？ Rains. 雨の時は虹を探す。暗い時は星を探す。Look for 探すだよね。こじゃれた文句が入ってます。でね、麦わら配合はね、ちょっと黄色っぽいんだけど、この白ネズミ色かな、灰色かな、薄ネズミ色みたい、この色かわいいなと思って。ダイソーの新しいプランターの色はみんないいですね。チョコレート色とか、あれもね、少なくなってきたので、アネモネあったらまた買ってこよう。森田さんのこの白のアネモネかわいいね。白のペチュニア、かわいい。ローダンセエルフピンク、
在庫整理で売れてるって思われちゃうかもしれないけど、でもね、ここまでもりっとしないと、ここまで可愛い花になってなかったから今まで選んでなかったのかな。この色可愛い。これなんかね、誰それの どれっていうようなビオラじゃないんです。ただのビオラ。私はこういう色が可愛いな。赤っぽいのが好きなんだろうな、きっと。今店頭ではビオラとかパンジーとか投げ売りしちゃってます。売れ残りはね、コンポストになっちゃうので、ゴミ箱っていうよりは安いでも売れちゃった方がいいかな。なんか1ヶ月ぐらいでもね、なんか花壇を飾ってあげたりすれば感じね。お花も本物でしょうから。これがローダンセマムとアネモネと、ペチュニアとビオラの寄せ植え。うん、かわいい。